1>, 1分でわかる日本の歴史。江戸時代。豊臣秀吉が死んだ後、ついに徳川家康が動き始めます。家康は関ヶ原の戦いで豊臣軍を倒し、全国を支配。江戸幕府を開きます。初めは武力で支配していましたが、4代目家綱から法律による支配に変わってきます。5代目綱吉の時代になると、お金の流れが活発に。このお金がくせ者。借金で悩む武士が増え、 幕府も財政が苦しくなりますそこに追い討ちをかけたのが二度の大基金これにより幕府の力はすっかり弱くなります1853年になると黒船に乗ってペリーが参上アメリカの軍事力にビビった幕府は不利な条約を結んでしまいます鎖国派の武士たちはこれに大激怒弱い幕府には任せてられないとして幕府を倒す流れが生まれます